はいどうも皆様、ジャミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。というわけでですね、今年も残すところあと5分になりましたということで、あと5分すれば年を越すんですけれども、実はマイデザ兄さん宛ての手紙がたくさん溜まって郵便局が大混乱してるんだ。手紙を整理してポスト開けておいてって伝えてくれないかな。毎回言われるこれ。で、今思えばさ、皆さん年越しのカウントダウンにお越しください。今思えばっていうか、なんかすっげー熱盛りの動画をね、めちゃくちゃ見返すんですよ。で、最近気づいたんだけど、ポストさ、絶対こっち側じゃんか。こっち側しか今までのシリーズでも配置できなかったけど、なんか、あつ森、こっち側もできるよね。両方自分で選べるっていう、なんか新しくなってんな、みたいな感じに思ったわけなんですけれども、まあ、そんなわけで。あと、今がね、11時56分なので、あと4分で、年を明けますので、早速カウントダウンの方に向かいたいなと思います。ちなみにですね、図鑑をコンプリートするのにあたって、リス住民が結構引っ越ししていたんですけれども、一応全員に帰ってきてもらいましたということで、ちょっとカウントダウン待ちましょうか。なんだ、兜か。アーミネット村長、もう来てくださらないのかと思ってましたよ。さあさあ、年越しの準備はできてますか？盛大に新年をお祝いしましょうね。そうそう、それから、年越しといえばやっぱり年越しそばは欠かせません。実は前回の動画でもらったんですよね。お蕎麦といっても飾り物なので食べられないんですけど、雰囲気だけでもと思いまして。もう一回話しかけたら？2019年も本当にあっという間でしたね。って、ここのところ毎年言ってる気がするんですけど、やっぱり今年も言わずにはいられません。あ、集まってきてくれてる。みんな。すっげえ可愛いなぁ。なんか買うか。カウントダウンを盛り上げるグッズ、どれもたったの300ベル。ニューイヤーハットの黄色買っとこう。よし。確かね、めっちゃ集まってきてる。リス住民たち。うわ、すごい。なんてこった。とりあえず全部しまっとくか。で、ニューイヤーハットの黄色装備して、で、さらに、スティックもそう。これいらねえわ。まあいいか。もうちょっと、あと2分だから、あと1分ぐらいになるまで、ニューイヤーハットでも被って、これでぐるぐる回りながら待ちたいなと思います。かわいすぎんか。かわいすぎんか、リス住民。みんな集まってきてくれてる。あともう、シルエットちゃん？こっち来ない？シルエットちゃんとグミちゃん、両方来てくれたら、すごく嬉しいんだけど。こっち来ないかな？来ないか。あー、やばい、1分切った！みんな見てる。かわいい。リッキーくんと、モモコと、キャロラインちゃんだけが唯一、ここに来てくれている。向こう側は、あ、会話してる？お話し中？こっち来ない？みんなで盛り上がろう、的な？ないか。ないですね。まあ、ちょっと画面には収まらないと思いますが、俺もこっち向こう。みんなでお祝いしよう。さて、30秒切りました。皆さん、準備はいいですか？そろそろ、あれ上がるよね。20秒切ったあたりから出るんだっけ？お、17？ あ、シルエットちゃん来てくれた。やばい、あと10秒。あー、グミちゃん。来た！クラッカー、8、7、6、5、4、3、2、1、イエース！明けましておめでとうございます！今年も一年よろしくお願いいたしますということで、2020年です！あ、ごめん。間違えた。話しかけた。違う。ごめん。よいしょー！おめでとうございます！はい、というわけでですね、無事なんとか、ミネットゲームズも、飛び盛りで1年を始めることができましたということでですね、一応毎年ですね、飛び盛りで始まり、飛び盛りで終わってるわけなんですけれども、なんとかね、2020年も飛び盛りから始めることができましたということで、なんか嬉しいですね、こうやって見てみると。ニューイヤーハットせっかく被ってるんだけど、なんか、しずえさんとかと会話していこうかなと思います。かわいいなぁ。なんとかあつ森に、このリス住民たちを呼びたいんだけどなぁ。どうなんだろう。ミネット村長、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
アミーボカード使えるのかどうかがさ、わからないから、なんかそこだよね。アミーボカードさえ使えてしまえばもうこっちのもんなんですけど、いやー、使えてほしいな。最初の、でもね、島に行くときって2匹の住民と一緒に行くことになってるじゃんか。でもなんかその2人が、ものすごく愛着湧く気するんですよね。なんかリス住民で統一したいけど、なんかその二人と仲良くなってしまって引っ越しが惜しいみたいなことになるのかもしれない。もしかしたら集まる動物森、そんな苦悩に悩まされるのかもしれませんね。というわけでですね、いやどうもどうも、ハッピーニューイヤー。2020年の幕開けを盛り上げるグッズはどれもたったの300円。さっきと言ってることがなあ違うけど、売ってるものは一緒なんだよな。あ、めっちゃ拍手してる、かわいい。みねみね、万歳。あ、急にすみません。花火があまりにも綺麗だったので思わず叫んじゃいました。いいね。しずえさんもすごい喜んでくれている。せっかくだから、ちょっとカフェで一杯飲みましょうか。なんか甘酒とか出てくれたらいいよね。実は飛び森にも、なんか日本ではあんまり馴染みのないイベントがあったり、家具とかがあったりするんだけど、それってなんか他の国の文化をなんか見てほしいという思いがあってそうしてるらしいんですよ。だから甘酒とかあってもいいと思うんだよな。思わ？ではミルクの量はいかがいたしましょう。普通。かしこまりました。俺は甘酒が飲みたいぜ、マスター。次のあつ森の舞台ではぜひ出してくれよ。この磨き抜いたコーヒーカップでお飲みください。いただきます。バレンタインはなんかチョコレートのやつ出してくれたりするよね。うまい。甘くてもらえか。これぞ伝統のビジョンミルクブレンドだ。まあでもこの伝統のビジョンミルクブレンドもかれこれ10年以上続けてるんだもんな。なんか甘酒なんて邪道だみたいな、この店では邪道だみたいな感じになるのかもしれない。さてカフェで一杯飲んだところで、ちょっといろいろ見ていこうかなと思います。うわ、なんか懐かしい気持ちになるな。今、花火のことを思い出したわ。なんか8月にさ、花火でさ、自分のマイデザーの絵をさ、打ち上げることできるじゃんか。その光景を思い出したわ。結構頑張ってたな、みたいな。OK! ちょっと上の方に行きますか？せっかくなんで。なんか、夜に飛び盛りすることって、あんまりなくって、やっぱり、店とかが開いてる、昼間とかにやりがちだからな。せっかく、この機会だから、とりあえずクラスサポート受け取って、201枚って結構すごくない？今更だけど、雪玉やるか。ごめんな、ふん転がし。めっちゃ動かすの早くない？こうやって見ると、これどこまで行くんだろう？うわ、止まった。動かし始めた。結構早いな、そう考えたら。この大きさでこれでしょ？うわぁ、早いな。見つかったわ。見つけました。何回か、ぐる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 移動してやってたら、ようやく見つかりました。ここに、でかいのと、あとここにあるので、この二つで、ちょっと作っていこうかなと思いまーす。で、うまいことやるぞ。うまいこと。置いたのがここね。よし。で、こっから調整に入るんだけど、これ多分、もうこのまま突き進んでいける。いけるいける！めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。あ、ちょっと待って。もうちょっとだ。もうちょっと。あと、くるっと一周して、あ、いい！完璧！よいしょ！あと少しのところでバランスの良い形で生まれることができたのに、一瞬の迷いが命取りでしたな。辛いの辛いの。もうちょっと上が、あともう一周だったね。ぐるっと回ってポンだったわ。なんか1年ぶりで感覚が鈍ってた。最後にちょっと家の中に入ってまったりして終わりますか。手紙結構来てんな。よし。まあ、というわけでですね。俺さ、前々からずっと、やりてえなって思ってたことがあって、これ、
なかなかね、最後までやってる人っていうのがいなくって、なんか途中でやめましたみたいな人も多くて、最後まで生きてえなって思ってるんですよね。ただちょっと今あれがないの、とこれか、コインがないのね。これがちょっとなーっていうのがあります。このアミーボを使うにはゲームコイン1人につき2枚必要なんで、これ0枚なんですよ今。ちょっとなんかコイン貯めてやっていきたいなっていうのと、これって中級アンロックか、日数9、日数12、7、12、上級の10とかどんな感じなんだろう。俺初級の3までしかやってないからね、なんとか最後まで行ってみたいなっていうのがあります。今後の目標 OK。 まあ、そんな感じでですね、今回で2020年が始まったわけなんですけれども、まあ2020年3月20日にね、集まれ動物の森が発売されるということでですね、まあ、今年はね、プチ炎上しないようにちょっとやっていこうかなと、ミネットゲームズらしさを出していけたらなと思ってるんですけれども、ちょっと最近ね、結構企画が2017年ぐらいの自分に戻れた気がしてて、ちょっと楽しくなってきてるわけなんですけれども、これからもね、2020年も応援のほどよろしくお願いいたしますということでですね、今回はこの辺でいただきましょう。じゃあな。